私立白鷺学園1年 C 組犬坊崎綾新入生です。よろしく。はい、それだけですけど。私は自分のこと話すのあんまり得意じゃないですから。まだ続けなくちゃいけないんですか？そうですね、趣味はアクアリウム。水槽の中で綺麗な魚が泳いでるのは見ていて楽しいです。あと強いて言うならゲーム。ゲーセンに行くのは好きです。格闘ゲームとガンシューティングが得意で、強い相手を見ると完膚なきまでに叩き潰したくなります。格ゲーの場合、使うキャラクター自体は限られてるんですけど、戦い方のバリエーションは豊富だと思います。開始直後の先行入力必殺や相手の動きに合わせての牽制、めくりに対する重ねめくりとかも使って、じわじわ追い詰めた後で数フレームくらいのキャンセルを決めて、どちらが強いのか白黒はっきり。あ、いえ、なんでもないです。好きな男性のタイプですか？考えたこともない。というか興味ないですね。チャラチャラした人は苦手です。正直近寄らないでほしいとさえ思います。先輩は、まあ全くと言っていいほど興味はないんですけど、手頃な対戦相手なので存在に扱うこともできないですし、邪魔にならない程度にその辺でひっそりと生息していればいいと思います。あ、そろそろ満足しましたか？さよなら。イサム先輩、どうしてつけ回すんですか？ヒカル先輩、なんで私が行く先だけにいるんですか？クニ先輩、何がおかしいんですか？ミキ先輩、ダメですよこんなところで。私立白鷺学園1年 C 組犬坊崎綾新入生です。よろしく。はい、それだけですけど。私は自分のこと話すのあんまり得意じゃないですから。まだ続けなくちゃいけないんですか？ないですね、チャラチャラした人は苦手です。正直近寄らないでほしいとさえ思います。先輩は、全くと言っていいほど興味はないんですけど、手頃な対戦相手なので存在に扱うこともできないですし、邪魔にならない程度にその辺でひっそりと生息していればいいと思います。あ、そろそろ満足しましたか？じゃあ豊富だと思います。開始直後の先行入力必殺や相手の動きに合わせての牽制、めくりに対する重ねめくりとかも使って、じわじわ追い詰めた後で数フレームくらいのキャンセルを決めて、どちらが強いのか白黒はっきり。あ、いえ、なんでもないです。好きな男性のタイプですか？考えたこともない。というか興味ない。じゃあさよなら。イサム先輩、どうしてつけ回すんですか？ヒカル先輩、なんで私が行く先だけにいるんですか？クニ先輩、何がおかしいんですか？ミキ、そうですね、趣味はアクアリウム。水槽の中で綺麗な魚が泳いでるのは見ていて楽しいです。あと強いて言うならゲーム。ゲーセンに行くのは好きです。格闘ゲームとガンシューティングが得意で、強い相手を見ると完膚なきまでに叩き潰したくなります。格ゲーの場合、使うキャラクター自体は限
限られてるんですけど、戦い方のバリエーション